笠間綱屋は、戦国時代の武将、笠間氏の当主、笠間観光の子、通称は孫三郎、宇都宮市の所流の一族で、日立国茨城軍笠間城を漁していた。天正八年、弟の笠間左近が、死守都市と結んで武本を起こしたため、戦闘があったという記録がある。この内紛は、天正十六年に笠間左近が撃たれるまで続いた。 天正十七年には、マシコヤ州を倒してその所領を手に入れるが、宇都宮氏や結城氏、佐竹氏と対立するようになり、白川義地小野崎寺氏通りと通行して、佐竹義信の討伐を図っている。従来の通説では、天正十八年、豊臣秀吉の小田原征伐が始まると、後方上司に組みしたため、戦後、宇都宮国綱によって撃たれたとされてきたが、 宇都宮国綱が豊臣秀吉に破滅した際に従った重臣たちの中に綱屋の名前も含まれているため、笠間氏のご法上主加担は事実ではない。実際には、宇都宮氏の家臣として位置づけられた笠間氏が、過去の宇都宮氏への敵対行為を口実として打たれたと考えられている。公認の上司には、国綱側近の玉成構想が認じられた。また、 笠間氏の給料の処分に関しては、豊臣秀吉の重臣である、増田長森も関与しており、国綱が事前に豊臣政権の許可を得て、効果を打ったと見られている。なお、綱や富絆は、時代、時責に重なる部分が多く、同一人物との説もある。江大区を、戦国大名宇都宮氏と、家中岩田書院、2014年 P190。P ありがとうございます。